まあ新十両決まった時より嬉しいです。何度も、もうこれでやめたいっていうね、気持ちもありましたけど、こうやってね、親方おかみさんからね、もう一度やられるんだっていう、ね、そこからまあやっぱ稽古場でも一緒にやってきた力士たちに、いやもう落ちても相変わらず応援してくれる人たちもいるから、やっぱもう一回頑張ろうってなってね、でこうやって上がってよかったなと思います。2019年最多勝力士は小結朝乃山であります。Take it up!
やっぱりこう勝って以上決まるというのは終わってみればね、周りは残念に間に合ってよかったなって感じ。今場所最後の一番であります。令和元年11月場所幕内最高優勝は横綱白鵬翔、成績は14勝1敗であります。支配並びに両賞状が八角理事長より授与されました。皆さん準備はいいですか？はい、はい、優勝おめでとうございます。まずは